日本近畿地方大阪府大阪市北区中野島中野島は大阪府大阪市北区にある道島川と土佐堀川に挟まれた中州及び町名。東西に細長く、長さは3キロメートル幅は最大で3 0 0ル面積72.6ヘクタール。現行行政地名は中野島1丁目から中野島6丁目。北側の道島。 道島浜や南側の北浜、船場など、中野島近辺は、伝統的な、大阪のビジネス街、中心業務地区であり、大阪市役所や日本銀行大阪支店などの、重要な公的機関も所在する。淀屋橋駅が近いことから、一帯は、淀屋橋とも呼ばれる。土佐堀川に架か,かるアーチ型の淀屋橋をはじめ、日本銀行、大阪府立中之島図書館。 大阪市中央公会堂の建物など、戦前からの歴史的建造物が立ち並び、景観についても、条例などによって規制され維持されている。大阪の迎賓館とも呼ばれる、リーガロイヤルホテル本店も、中野島の西側に位置している。観光所が多い東部に比べて、 西部の開発が遅れていたが、近年大阪大学と大阪大学医学部附属病院の跡地を開発して、誕生したホタル町をはじめ、大阪府立国際会議場や大阪市立科学館、大阪府立中野島図書館、国立国際美術館、子供の本の森中野島、大阪中野島美術館などが立地する大阪の文化、芸術拠点となりつつある。 京阪中野島線が開通したことでアクセスも多少改善され、周辺の再開発も活発になっている。中野島の東側に位置する中野島公園は、都心部の貴重な公園となっており、バラ園が有名。またイベントも数多く行われており、中野島祭りや大阪港のルネサンスは、毎年開催される。旧大ビルを解体した跡地にできた、 大ビル本館、中野島大ビルを、はじめ、新朝日ビルディングとフェスティバルホールを建て替えた、中野島フェスティバルタワーは、春工済み、大阪朝日ビルと、朝日新聞ビルも解体され、中野島フェスティバルタワーウエストへ建て替えられた。このほか住友不動産による住友中野島ビルの超高層ビルへの建て替え、京阪電鉄と大林組による、 外資系ホテルを誘致しての複合構想ビルも計画されている。現在、玉江橋より、道島大橋間の道島側左岸約400メートルの堤防上等に水上カフェをはじめとする飲食、物販店が集まった中野島バンクスを整備中である。1930年代の中野島中野島の開発は大阪の神口、大阪屈指の合唱。 淀屋によって1615年に始まった。淀川本流の中洲であることに加えて、大阪湾から遡上する二大航路の味ジ川と木津川の分岐点でもある中之島には、諸藩の倉屋敷が集中し、全国各地の物資が集まる、天下の台所を大阪の中枢を担った。米氏は、淀屋橋の南詰めの路上で行われていたが、1697年に、 道島側を挟んだ道島へ移り、1730年に、米の中央市場である、道島米市場が設置された。この道島米市場は、世界初の先物取引市場と言われている。明治になると、諸藩の蔵屋敷は払い下げられ、大阪の商業やビジネスの中心としての役割だけで、なく、 国の重要文化財の大阪府立中野島図書館や大阪市中央公会堂等の文化施設や大阪帝国大学をはじめとする学校や病院が市民の寄付などで建設され近代省と大阪においては情報と文化の発信地でもあったただし明治時代の払い下げから大正時代初期に現在の大阪市役所中之島図書館中央公会堂 また過去には、豊か国神社や裁判所、旧陸軍関係施設があった時代もある。中野島一丁目周辺は、地籍図が混乱しており、土地の所有関係が不明瞭であることが問題でもある。江戸時代の町名は、中野島上野花、城中野島町、日ごとう町、月島町、久保島町、白古町、西新町、城安町、塩屋六左衛門町、 港橋町、総忠市町、本五分一町、上安浦町、次郎米町、小倉屋神兵町、小村新四郎町となっていた。1870年に中野島上の花を植え、中野島町に編入。1872年に、中野島一の七町目、総忠市町、上安町、玉井町一の二町目に改変。1978年に、 中野島一の六丁目の現行行政地名を実施し、中洲の全域が中野島の町名に統一された。中央が大阪市役所、手前が日本銀行、住友生命中野島ビルより東側を望む2019年3月31日、現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移、国勢調査による 世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。帰宅内のすべての私立中学校と大阪市内の小中一貫校が対象で、学校選択が可能。2016年現在の経済センサス調査による、事業所数と従業員数は以下の通りである。中野島及び、周辺の空中写真。 1985年撮影の3枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。大阪市中心部の道路網は五番の目のようになっており、中野島もそれに組み込まれている。中野島の北側を東西に走る中野島通りは、南北幹線の新何和筋、阿弥陀池筋、何和筋。 四つ橋筋、御堂筋、境筋と交差する。また、中央公会堂の南からは三9橋筋に接続する。中野島東端を縦断する天神橋とは、車道は接続していないが、歩道と中野島公園を結ぶ階段とスロープが設置されている。高速道路は、阪神高速池田線の中野島入り口があり、 池田方面へ向かうことができるものの出口はなく、池田方面から中野島に行くには福島出入口か、環状線を経由して、土砂堀出口を利用することになる。また、中野島の西端に、阪神高速神戸線の中野島西、出入口があり、神戸方面への行き来ができる。阪神高速環状線は、中野島を通ってはいるものの出入口がないが、 中野島からすぐにある、道島入り口、土佐堀出口などを利用することができる。2008年10月19日に、京阪中野島線が開業した。同線には、何は橋駅、大江橋駅、渡辺橋駅、中野島駅の4駅が設置されている。加えて、中野島への通勤客や、利用客などは、土砂堀川を挟んで位置する、地下鉄の三駅や、 梅田周辺から同地下を通って、徒歩で利用することも多い。中野島には、大阪シティバスの53号系統及び2008年11月から、営業を開始した北港観光バスの中野島、ループバスの2系統が運行されている。どちらも淀谷橋駅周辺から、中野島駅周辺までの運行経路である。 中野島の河川沿いを一周する形で、中野島遊歩道が設けられている。また、大阪市役所前を起点として、水田市の万博記念公園まで自転車専用道の、北大阪サイクルラインが設けられている。大阪市役所南側の歩道には見、美しいプロムナードという愛称がついていて、大阪港のルネサンスでは、中野島イルミネーションストリートとなる。基本的に、 中野島といえば、島部分のみを指す。ただし、西区の日後橋駅前にある、ビジネスホテル、リーガ中野島駅や福島区福島一丁目の中野島合同庁舎、中央区の専門学校中の島美術学院など、中野島の対岸にあたる、北区や中央区、西区、福島区の一部には、中野島と称する施設やビル、マンションが存在する。 阪神高速道路の橋梁、水管橋を除く大阪市中央公会堂と超高層ビル群。ありがとうございます。